速報サッカー日本代表所属チームで見たらクッソ強そう。FW しょぼすぎ。ボイチは伊藤使うよ。だからそれがシュツットガルトやろ。鎌田はまだ決まってないやん。それ言ったら古橋森大東なども移籍あり得るからな。守備弱い SB は使われないだろ。代表は守備第一よ。いつかみたいに所属ではあるけど控え多めみたいな感じじゃなくて、ちゃんと主力なのは成長してるアーセナルの人はもういないものとして換算すべきだが。監督森保。夏にガラッと所属が変わりそう。アジアで見たらクソ強そう。三笘の抜け出しからのクロスに一番反応しそうなのが古橋な気がする。良い材料が集まってもコックがダメなら良い料理はできません。確かに中盤は充実しているかもしれないけど、後ろは完全に人材不足。 U20 の高い、高橋、アンリが早い段階で上がってこないと。攻撃陣は世界でも戦えるけど、サイドバックがな。いくら人材不足でも、なぜみな広木を左 SB に従う？左は機種でセコは不安定だったので、広木 CB でしょ。守備的不陣で守備力の高い両 SB をってならわかるけど、仕掛けを求める日本代表の SB には適さない。もしよければ、チャンネル登録お願いします。